おはようございます。12月30日金曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。今年ね、最後の開市になります。年内のね、競りはね、今日で終わりなんですけどね、まあわずかにね、サワラ、刺し網ですかね、あとはストック、泊まりのものが少し出てくるような感じになっています。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、こちらはヤズ。昨日はね、完全に煮崩れしてましたね。あとはサワラが、サワラはね、結構ここを含めあちこち出てますね。これはトミでしょうね。出し込んでるありますんで。はい、活魚ですが、活魚はほとんど予定がないですね。もしかしたらまあ少しあるかもしれませんけど、まあちょっとこれは。はい、競り場ですが、はい、こんな感じですね。パッと見、白ミル貝とナマコ、タコが少しと、あとサワラが、サワラがはあと、サワラは昨日出たんでしょうね。はい、こちらタコですが、よいしょ、これはまあまあいいサイズですね。最終日どうなんですかね、相場。あ、まあいるとこはいるでしょうからね。こちらは内海のアワビですね。アワビはね、比較的本当相場が落ち着いてるっていうかね、そんなに高くないんですよね。はい、白ミル貝、はい、サワラはね、結構上がってますよね。最終日相場はどうでしょうかね。いいね。こちらも白ミルとナマコ、こんな感じですか。ポツンとアコウが行ってきた。はい、おお、赤エビが、これ少し出たんですかね、この漁師さん。アイラギが少し、もう渡りもね、わずかに
もうほとんど昨日出荷されてますんでね、今日はもう渡りもほぼないですね。はい、全体的にこんな感じですね。少し小物はあるものの、もうほぼね、ナマコ、サワラ、白ミルガイ、こんな感じです。はい、栗の煮ですが、まあ当然ながら、おはようございます。今日はね、もう注文のものしか持って帰りませんね。はい、たらしが、はい、入ってます。はい、貝柱、あってよかったですね。なんかね、年末は入らないかもっていうふうに言ってましたけど、はい、入荷しました。よかった。次はね、わずかに出てきましたね。ヒラメちゃん、まあまあの、まあまあの大きさ。止めてたのか出たのか。おはよう福ちゃん。最後バシッと。はい、もうすぐ始まります。はい、競り始まります。はい、今年最後のね、競りです。どんな感じですかね。サワラが一本、カードかサワラが一本のカード3、カードカード1000円、カードカード4000円、カードカード1000円、カードカード3%、カードカード3万円、安全の券、カードカード310万。これ1個です。310万カードカード1回、回りカードカード353、カードカード32度か、A か33、カードカード3度か25、カードカード2000、カードカード2000円、カードカード1000、カードカード5、カードカード1500円、カードカード1500円、丸、1500円、カードカード310、380カードカード2回、回りカード1回3、カードカード1回3、カードカード1000円、カードカード800円、カードカード600円、カードカード600円も丸、600円もカードカード310、380カードカード2回、回りカード600円、カードカ300円なのか200円が100円305が全3055杯カードカ3000円カードカ35カードカ3000の券カードカ1万3000の券カードカ373の3373万カードカ1杯カワリカ353000カードカ3000円カードカ3000カードカ3035カードカ3000円カードカ2カードカ2カードカ2000円カードカ2000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 円カードカ1000カードカ回る機能4円は100円カードカ回る機能4万カードカチームカードカ2号カードカ2000カードカ3000カードカ3000円カードカアリカ3000人パーカードカ2パーカードカ305 2800円カードカ305が305カードカ2回回りカニバニオカードカ243カードカ22度かえか23カードカ2000円カードカ1
アドカ1800円ないちゃアドカ1800円マリアちゃマルキーナちゃんがアドカ2杯マリア首の1番海のちゃんが1杯マリカ1番アドカマルキーナ7番マルキーナが2杯マリカ1番アドカ1番アドカ1200円がアドカ1番アドカ1200円アマリカ1番アド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 カ1番マルキの10、1000円がアドカ回る、キーの10倍、1倍アドカ車高1倍がアドカ1000円アドカ1000円がアドカ1000円が1000円アドカ1000円が1000円が1000円312、310番が12枚アワリカアドカ1000円アドカ1000円がアドカ950円が9号アドカ1枚3、アドカ1枚33、アドカ1枚43、アドカ1枚53、アドカ1枚5000円が下げた1万5000円がアドカ回る気の7番アドカタコイントカンのアドカ9号アドカ9000円がアドカ93、アドカ9000円かアドカ8号アドカ83、アドカ8000円が増えるか海のため1回アドカ3アドカタコイートカンガアドカ83アドカ885アドカ1000の件アドカ93アドカ9000件件件件アドカ9000の件アドカ9000の件アドカ9000の件件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 アドカ7、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 バルキーの番が1回アドカエビヒートカンアドカ3段アドカ3000円かアドカ2号アドカ2000円かアドカ23アドカ22のカエカ2000アドカ2000円かアドカ1000円か1番9番がアドカ2回アワリカ1段アドカ1000円かアドカ首の1番海野ちゃんがアドカ2回マリアカゾ3番カゾ3番が1回コシヒートカンガアドカ2号アドカ2000の件がアドカ3段アドカ3000円か3段アドカ1番3000円かアドカ3段アドカ3番3番アドカ1番アワリカ3000人パ9番10番段9番2番年長が1番アドカ年長ヒートカンガアドカ2000アドカ2000円かアドカ1アドカ1アドカ1号3アドカ1番アドカ130番131番年長兄が1番アドカカニとカンガアドカ2000アドカ2000円かアドカ2000円上だ33枚1回スクーボーが3アドカスクーボーがアドカ4号アドカ4000の5号アドカ5000の6000アドカ6000の6000アドカ6000円かアドカ6000円の6000アドカ6000上だ33枚1回兄貴正解さすがサワラがどれでも1本アドカサワラが1本のか4号アドカ4000の剣のアドカ4号アドカ4000の剣のアドカ4号のかやった4番線よいいよ310番のアドカ2回回りかおか4号のかやったOK! ありがとうございますはい、ところは5点はい、5点5点4番4番4番4号しましたね。2はね、やっぱり注文品だけになるんですけどね。うわ、綺麗な甘鯛。すごいね。綺麗な。あやたちゃん。ウニが。あー、どうなんでしょうかね。お前あの山口フラワーの。怖いなぁ。
はい、仙崎にね、平続きがありましたんで平続きを回ってみました。はい、こんな感じ。今日はね、ほんと調整程度と、あと注文品をね、持って帰るだけっていう感じなんですけどね。まあちょっとはね、帰りました。はい、市場の活業ですね。おはようもっちゃん。おはよう、今日も。さあ、頑張ろうで。大変で、今日は。よし、頑張りましょう。はい、競りもね、まだまだ続いてるんですけどね、私はこの辺で戻って頑張りたいと思います。はい、12月30日今年最後のね、競り、水揚げはね、ちょっと少なかったんですけどね、まあだいたいね、予想の範囲内でして、あ、まあこんなもんじゃないでしょうかね。ちょっと気になったのが、最後こちらはね、赤生子の相場がガーンと上がりましたね。安くなるのかなと思ってたんですけど、逆でしたね。生子だけはもうめちゃくちゃ上がりましたね。昨日の倍ぐらいになったんじゃないですか。びっくりでした。はい、ということでね、まあ注文品もね、しっかり揃いましたんで、はい、戻ってね、今日も作っていきたいと思います。はい、ということでね、はい、一番ね、これが年内はもう最後になりますけど、本当に皆さん1年間ありがとうございました。またね、年明けて今度はね、1月の5日が初競りになりますね。5日からね、また市場の動画しっかり上げていきたいと思います。はい、またね、頑張りますんで、応援の方よろしくお願いいたします。はい、とりあえずはね、あと2日、今日入れてね、あと2日年内しっかりね、頑張っていきたいと思います。はい、皆さんも今日1日しっかり頑張っていきましょう。さあ、やだ。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、今年最後の魚市場でしたけど、水揚げはね、ほぼまあないわけではないですけどね、かなり少なかったですよね。まあ年々ね、こういう形になってくるんじゃないかなと思われます。まあ魚屋さんもね、大体のところはね、予想してますんでね、前もっての準備もできておると思います。はい、ということなんですが、まあ少ないんですけど、まあ最後ちょっと目についたのが、ナマコの相場が最後にガーンと上がりましたね。最後にね、集めようかっていうとこがもうガンガンいってたんで、かなりの相場上がってましたね。下手したら前日の倍ぐらいになったんじゃないでしょうかね、今日はね。びっくりでしたね。まあということなんですけどね、まあなんやかんやだね、1年また無事ね、立とうとしております。はい、この YouTube でね、この年末の様子をお届けするのも今年で、3回目になるのかな、ということなんですけどね、まあ皆さんのおかげでね、もうまた1年頑張れてこれました。本当にありがとうございます。はい、ということでね、まあまだまだね、私動ける範囲はね、しっかり頑張っていこうと思いますんで、まあ年が明けてこれからもね、よろしくお願いしたいと思います。はい、ということです。はい、まああと今年も2日、今日もね、1日しっかり頑張って作っていきたいと思います。はい、皆さんもね、はい、今日1日をしっかりと頑張っていきましょう。はい、ということで、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、今日は忙しいよ。